羽賀八市芳賀八一昭和2年2月6日は日本の国文学者帝国学士院会員国学院大学渋谷キャンパスにある羽賀八一教像羽賀は国学院中高の外され校歌の作詞者でもある1867年越前国福生まれ父は国学者の羽賀正樹第一高等中学校を経て帝国大学文科卒業 小中村清則に学ぶ。1898年に東京帝国大学助教授。翌年よりドイツに留学し、文献学を学ぶ。1901年に帰国し、東京帝国大学教授となる。1903年、文学博士を取得。大正4年帝国学士院会員。また1918年から政居まで国学院、大学学長を務め。 同大学の大学令による大学昇格や渋谷移転にも尽力した。昭和2年、心臓麻痺のため死去。上田和都氏に続く東京帝大国語国文学教授で国学とドイツ文献学を合わせた日本国文学の基礎を作り、また国語教育に携わり国定教科書を編纂した。尋常小学特本編集、公越との関連で、 文部省著作の尋常小学長家を、湯原源一らと編纂、歌詞公演には深く関わっており、一部の因文歌詞を作詞した可能性も高い。一部では、山口県立下関南高等学校歌等の作詞もしている。数多くの古典文学を肯定したが、源氏物語を論じて、このような乱輪の書物が、日本の大古典であることは、情けないと述べている。 夏目漱石と同年で、漱石が講師だった時に教授をしていた。ありがとうございます。